モンゴルの大統領はモンゴル国の元首である。反大統領制を採用しており、大統領は憲法で国民の統合の象徴と規定されている。行政権は議員内閣制に基づき内閣に属している。大統領は4年ごとに国民による直接選挙で選出される。これには2つの制約がある。候補者は国民大議会を代表する政党の1つに、 推薦されなければいけない。しかしながら大統領に選出された者は就任前に政党の党籍を離脱する必要がある。モンゴル国の憲法における大統領となるための要件はの3つである。モンゴルの初代大統領が誰であるかについては論争がある。この称号自体はモンゴルの民主化の前には実際には存在しなかったが同様の役割を担う感触は 社会主義時代にも存在した、ボグド・ハーン政権のハーン、ジェプツン・ランバ・ホトクト発生が、初代、大統領とされる場合もあるが、一般的にはそれ以後の非宗教的な指導者に対して、用いられる。1924年に、臨時権修であった、ボリン・ジャイン・ザ・レン・ドージが、初代大統領とされる場合もあるが、公式に指導者となったのは1924年11月28日に、 人民大会議の議長に指名された、ネイボンダージーンジャダンバーである。その1日後に、指導権限は、人民省会議幹部会議長に再編成された。その後すぐに、称号の変化に続いて、人民大会議幹部会議長に変更された。そして1990年、大統領の称号が採用され現在に至る、幹部会第一副議長に選出され、国家元主職を代行。 1972年のモンゴル中祖対立下の微妙な姿勢アジア同行年報1973アジア経済研究所1973年103ページ第9期人民大会議第1回会議において改選1977年のモンゴル説害による経済混乱アジア同行年報1978アジア経済研究所 1978年、100ページ、第10期人民大会議第1回会議において、改選、小井淵新一、1981年のモンゴル第7次、5、可燃計画開始の年、アジア同行年報1982アジア経済研究所、1982年、96ページ、重要日誌モンゴル1981年動作、100ページ、 人民大会議第5回臨時本会議において、会任、重要日誌モンゴル1984年、アジア同行年報1 9 8 5アジア経済、研究所、1985年、101ページ。第9期人民大会議第6回会議において、選出、重要日誌モンゴル1984年、アジア同行年報1 9 8 5アジア経済、研究所、 1985年103ページ人民大会議において選出重要日誌モンゴル1990年アジア同行年報1991アジア経済研究所1991年105ページ新憲法下の人民大会議において88.15%の得票で選出重要日誌モンゴル1990年 アジア同行年報1991アジア経済研究所1991年108ページ新憲法が施行され国名がモンゴル国に変更 http://d-arch.ide.go.jp コロンススララッッシシュュスラッシュブラウズスラッシュ pdf スラッシュ1992スラッシュ103スラッシュ 1992103dia.pdf ありがとうございます。